会だったんですけれども、もうね楽しく過ごさせていただきました。一部がね1時間ですごく長いんですけど、なんかあっという間の1時間だった。なんかお話が今まで一部45分とかだった気がするんだけど、なんか1時間でいつの間にか、でも1時間もあっという間で、本当に楽しく2日間過ごしました。やっぱりなんかこの2日間なんだろう、なんかね、なんかやっぱ新曲でなんか番組とか出ててみたいな知った人もいたし、舞台のタウゼントが好きって方も本当にたくさんいて、なんかタウゼントきっかけでそう来たいみたいな思いましたみたいな方が本当に結構たくさんいて、そうめっちゃ嬉しかったです。うん。タウゼント様強いなね、思った。私もタウゼントでこんなにねなんか来たいと思ってくださる方がいたなんてめっちゃ嬉しい。うん、タウゼント効果、そう嬉しかったです。ありがとうございます。あとなんかショールームも見てますとか、ショールーム面白くて見てますみたいな方もたくさんいたから、はい、見てますか皆さん見てますか。ショールームだけ追ってますね、そういう方もいるよね。ありがとう見てくれて。うん、見てるだって。うん、楽しいですか皆さんショールーム全く何も喋ってないけど今日は。うん、お話し会まだハードル高いだってね、ぜひ皆さんお話ししたいなって思ったらお話し会待ってます。うん、明日はスモールワールズです。そう、明日はねみくちゃのライバーさん、1位になったライバーさんと一緒に配信します。そうなのでぜひ皆さん待ってます。ライバーさんと一緒に、私とりんちゃんとマリアとあとライバーさんと4人でやります。今日楽しかったので再販追加しようと思います。だってわーい嬉しい。お、TGC カード、あね、ドボンでね TGC のカードがえゲットできんの？本当？ TGC のカードってどんな、何の写真だろう。どの写真なんだろう。なんかそういうの写真撮った覚えがないんだけど。あ、ランウェイの時の姿の写真。すごい、めっちゃ貴重じゃん。ドボンしてますよ私毎日、今日の朝もしたし。また皆さんドボンやりましょうね。レインボークッキーで 1% の確率、え？すごい確率低いね。うん、そんな低い？3年前の今日、夢へのプロセスのミュージックビデオの撮影だったらしい。今ここに表示が出てきた、この日っていうバナーが出てきて、夢へのプロセスの衣装の自分の写真が出てきた。これはアイカブ選抜でね、私は何位、5位、4位かな、うん、4位だったわ。4位で、あのアイカブっていうね AKB のアプリがあったんだけど、そう、そのアプリでなんかランキングみたいになって、私はね4位になって、そう歌のね16人選抜に選ばれて、そのアイカブ選抜に、
そう、私は4位で歌いましたで、そのミュージックビデオの撮影が3年前の今日だったらしい。懐かしい。あの曲いい曲だよね、夢のプロセス。お代理ゲームランキング強くないだって。でも私あれになったことないもん、あの名前も分かんない、名前も出てこない、あのバトフェス、そうバトフェスとか一回もなったことないうん、ね、ゲームいっぱいあるよね、 AKB のゲーム「あくびのファンですありがとう」だってそう、あくび出ちゃった。まあいつもは出ないんですけど、まああくび出ちゃいました。あくび珍しいのだって。そうそうそう、全然普段しないんだけど今日は出てます。今日の髪型かわいい、ありがとう。今日結んだ髪の毛。お話し会の再販明日の午後1時までだって。待ってます。お話し会来たいなって思った方はぜひお話し会待ってます。ハニワハニワニワニワハニワハニワニワニワ。今日のお洋服可愛かったって。嬉しい。あれお気に入りだけどね、来たの2回目。可愛いよね、スタイルミキサーっていうお洋服屋さん、好きなんです。横山由依さんもスタイルミキサーが好きで、そう一緒にね、スタミキの、スタミキって略してんだけど、その話します。お洋服可愛くて、そうスタイルミキサーっていうお洋服屋さんがすごい可愛くて好き。せいなさんもね、あ、せいちゃん、せいちゃんなんだけどせいちゃんもその服知ってるって言ってくれた。うん。うん。スタイルミキサーメンズもあった。そうなんだ。眠そうだけど眠くない、だって。眠くないよ。あ、嘘、眠い、めっちゃめっちゃ眠いの。超眠いよ、本当にガチで。めっちゃ眠いし、早くお風呂入って髪乾かして歯磨きして寝たい、そうって感じで思うけど、でもまあそれはまあ秘密です。うん。
でも今楽しいから全然大丈夫。もう寝るとかだって、もうお風呂入ったらさ、もうセットでさ、体が勝手に動くじゃん。歯磨きもするし、勝手に思わなくても体が勝手に歯磨きもするし、ドライヤーもするし、勝手にやってくれるからいいんです。うん、そう、やっちゃえばもうあとルーティーンなので。昼ご飯食べたお寿司。ナナニバースの服はいつ届くんだろう。だってもうすぐらしいよ。なんかみんなが今日話し会で言ってくれた。おだりのモーティングルーティーンやばそうだって。え、何やば？何やばですか？明日も暑いね。だって、え、そうなの？ワニ。え、このワニの意味わかる人います？私は結構意味あるんですよ、このなんでワニにしてるのか。ただ無意識にワニにしてるんじゃなくて、普通に意味があってワニにしてる。あ、合ってる人いる。そう、こんばんはって、こんばんワニだから、こんばんはって言いたいけどワニだから、ワニイコールこんばんはです。うん、そう、こんばんはって意味これ。そう、明日は28度。やった、15分経過しました。わーい、こわ、エリちゃんにこんばんはって書くときワニの絵文字使うね。だって、絶対意味わかんないからこんばんはでよろしく。ちょっと自分がやるんだったらわかるけど、誰かにワニ送られても、何って、どういうことって思っちゃうから、ぜひこんばんはと言ってくれたら嬉しいです。うん。そう、今、そう、こちらもそうなんですがって。嘘。じゃあいいよ、じゃあ分かった分かった、ワニかっここんばんはって書いといて、そしたら分かる。うん、うん。何、あと何分？あと5分だって。マジ？あと4分。
こんにちはでも使えますが、こんにちはにとは言わないね。こんばんはにとは言うけど、こんにちはにとは言わないと思う。またなるとこうやってほしいだって。やりますよ、13に見てね。こんにちはかめ、こんにちはかめでしょ。こんばんはにこんにちはかめ。あと3分だって。1日早っ。今日11時半に起きたから1日めっちゃ早いわ。だからめっちゃ何回も起きて、何回も寝て、何回も起きて、何回も寝てを繰り返したんです。じゃあそろそろおランキング読もうかな。じゃあいきます。13位秋門太郎、12位セイカ、11位ごめん先生ワニ、10位台湾夜嵐エリス、今日楽しいね。9位翔太とおだいりしかかたん、8位直樹、7位マーアットおだし、6位ひとくまさとる、5位マッカーシーアットおだし、4位ゆうと、3位みやちゃん、2位ホリケン、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございました。じゃあ明日はねスモールワールズがあるので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。ではね、今日昨日お話し会とても楽しかったです。いい夢を見たい、寝ながら寝たいと思います。では皆さん、また明日、バイバーイ。